この辺は果物街道っていうイメージが自分にはあります、レモンや何やらかにやら、まあみかんはないけどね、果物もすっかり高くなって買えないね。まあ夏は冬はみかん食って、長野の方行ったらリンゴ食って、だからどうしても今の時期のリンゴはなんぼその貯蔵せあの技術が上がったとしても、それでもやっぱりダメですね。値段は高くてもそんなに美味しくないなって感じます。伊達市まであと8キロ、伊達ですよね、仙台から来たわけですね。伊達市が大変な苦労して、この車をすぐ曲がるなら早めにウインカー上げてほしいんだな。そんなことでまたあと何8キロか7キロか。